道崎天主堂道崎天主堂道崎天主堂は長崎県五島市の福江島にあるキリスト教の聖堂である。江戸時代からのキリスト教禁教令廃止以降、五島列島で最初に建てられた聖堂で1974年に道崎教会の名称で長崎県指定有形文化財に指定され、現在は道崎天主堂キリシタン資料館として活用されている。明治時代に カトリックの近況が解かれた後、後藤で最初に司災が常駐して教会が建てられた土地で、下後藤地区のカトリック教会の信仰の中心地であった。日本26聖人の一人で、後藤出身の聖ヨハネ後藤を記念して、日本26聖殉教者を保護の聖人として建てられている。2014年現在は、約3キロメートル南にあるカトリック、 裏頭教会の巡回協会となっていて、ミサは基本的に月1回行われる。2007年にユネスコの世界遺産暫定リストへ掲載が決まった長崎の教会群とキリスト教関連遺産を構成する教会の一つであったが、現在は資料館となっていてミサなどには使われていないため、構成資産の見直しにより外され、世界遺産の構成資産と一体的に保存。 継承していく資産とされている。設計は、ペルー神父、思考は、野原与吉、鉄川与介が担当し、1908年に完成した。レンガ作り、ゴシック様式の平屋で、後藤初の洋風建築とされ、その美しい外観は、後藤内の他の天守堂の模範となった。内部は、木造で、ステンドグラスの模様は、後藤の他の教会と同じくばきをモチーフとしている。 リブゴールト天井はイタリアから資材を運び込んだと言われている。主任教会が裏頭教会に移され、道崎天守堂が長崎県指定有形文化財に指定された後の1977年に天守堂内部に開設された資料館で不況時代から迫害を経て復活に至る信仰の歴史が展示されている。とばり方に受け継がれてきたおとばり。 と、土星、京木版画などの資料のほか、後藤出身の26。成人の一人聖ヨハネ。後藤の聖遺骨もマカオから里帰りして安置されている。郵便番号853-00535と塩倉町堂崎2019ありがとうございます。